アーカムの架空の地図アーカムはハワード・フィリップス・ラブクラフトなどの作品に登場する架空の都市。ラブクラフトの小説でしばしば登場し物語の舞台となった中心地である。ミスカトニック大学の所在地でもある。他の作家によって書かれたクトゥルフ神話作品にも登場する。ラブクラフトの死後、彼のストックした作品を発表するため、彼の崇拝者、 オーガスト・ダーアレスト・ドナルド・オンドレイが創設したクトゥルフ神話の出版社アーカムハウスの名前はこの地名が由来となっている。アーカムは1920年12月12日に執筆されたラブクラフトの小説家の中の絵で初めて名前だけが言及された。この作品は文芸雑誌ナショナルアマチュアの1919 19年7月号で発表された。 両者の年が食い違っているがこれは発刊が1921年に行われているためである。物語の舞台として本格的に登場したのは死体蘇生者ハーバートウェストが初めてである。マサチューセッツ州セーレムがモデルとされラブクラフトが描いたアーカムの地図はセーレムの地形とよく対応している。ただしセーラムは アーカムの南西にあり、フィクション上の処置として置き換えられているわけではない。このため、セーラムもラブクラフトの作中で言及される。実在のセーレムは、1692年のセーレム魔女裁判によって広く知られ、アーカムにおいても過去に同様の事件が起こり、20世紀に至っても街に暗い影を落としているとされる。セーラム魔女事件の年に住民が入植し始めた。 このため各種部屋を備えた家が建てられたり魔女狩りが横行したりしていた。カーター家、ウェイトリー家など、ラブクラフトの登場人物の先祖は、この頃にアーカムに移住している経歴を持つ。ミスカトニック大学の前身は、この頃に移り住んだ有識者の集会、セーラムアカデミーだったとも言われる。はじめアメリカ合衆国ニューイングランド地方のどこか、ミスカトニック渓谷にあると設定され、 後の作品でマサチューセッツ州に属すとされた。作中の描写からはエセックス軍ボストンの北部にあると推察される。他のラブクラフトの創出した架空の地名インスマスの南、ミスカトニック川の上流にあるダニッチの東で下流に位置している。南東あるいは南のミスカトニック川、河口にキングスポートがある。イタリボストンマサチューセッツ鉄道が通っており2時間。 たらずでボストンに到着することができる。正確な地理は、不明ながら、現実の地理と照らし合わせるとゴードン大学のある位置に、推定されている。ミスカトニック川北西から南東に向かって流れ、アーカムを南北に突っ切っている。中州がある。市のラウンドマークであり、ミスカトニック大学も名前の由来となっている。公主系人の丘アーカムの西にある丘。 セーラムにあるアンピューディエーターら、魔女の疑いをかけられた人々が、公主刑に処された、ギャロウズヒルに対応する位置にあり、アーカムがセーラムをモデルとした街であると指摘される、特徴の一つ。ミスカトニック大学ラブクラフトの小説、死体蘇生者、ハーバートウェストにおいて、初めて言及された。1765年創立。の名詞、ジェレマイアオーオン船長のにより、 蔵書を寄稿した大学から発展した。1861年の南北戦争後に総合大学になり、大学付属図書館、生命アリーティーチング大学病院、マサチューセッツ州の歴史を展示する民族資料館、博物館、運動場、既婚車両もある。多くの蔵書、ネクロノミコンをはじめとした、寄稿本の収集、地質学、医学、人類学、 考古学の研究機関を備え、IV リーグにも参加し、1930年には南極体検体を組織して派遣するなど、各方面で活躍している名門大学である。アーカム・アサイ・レム・ラブクラフトの小説、ザ・シング・オン・ザ・ドー・ーステップに登場した施設。同じ名前の施設がバットマンにも登場するが別物である。マサチューセッツ州ダンバースにあるダンバース。 中立病院がモデルとされ、こちらもピックマンのモデルインスマスの影などに登場する。ありがとうございます。